はい、どうも、石です。今回はね、久しぶりに、まあ、声出しと久しぶりのグロタイやっていこうと思うんですけど、まあ、とりあえず12勝0敗までやってて、まあ、デッキはいつも通りペッカのライト型で1位目指していくんやけど、今1位が決まって、これだけ先開けるわね。んで、待ってね、1位が37勝か。まあ言うたあと残り2日やからな、まあそんぐらいか。まあ、とりあえず37勝目指してやっていくわな。じゃあグロタイな。俺さ、グロタイで今まで最高5位までしか取ったことないから、フィニッシュで。でもグロタイってさ、なんか何やろ、マルチよりかはさ1位取る難易度低いやん、多分。だからグロタイやったらワンチャン1位いけんかなと思って久しぶりやってるんやけどさ、どうやろ。いや待って、その初手じゃいはさすがにまずい。やばい、なんもない。せめてエレキ欲しかったけど、待って、これやばいな。ペッカ次回る、あ、回れへん、8枚目や。やばいやばいやばい。いやマザネク、いや分からんな。これちょっと怖いんで手前に打っとくか。いややばいって、それマジか。ライトニング打った瞬間のそれ。ちなみに今のマザネク、なんでマックマンかったって言ったら、タワーをね、待て、あ、遅い。マザネクよりマザネクの豚の方が体力高いんよ、実は。だからあのタワー巻き込んだらマザネク残っちゃうんよ、豚で飛来心されて。いやでもこれやばいな、ライトニング切った後の。これ30人が来たらまずいよ。え？あ、これジャイさんしかな、じゃあ。いや、マザネク入ってんのは初めて見たね。ドラゴンブレとかあんのかな？あー、その30集計は。いや、でもこれ前にジャイつけられたら終わるんよな、普通に。いや、どうしよう、これめっちゃ迷う。つけれそうよな、多分。これ多分左の30集、これ許容しないとあかんわ。そうやんね。オッケーオッケーオッケー。この許容は結構いい。っていうか、許容しないと多分ダメやった、ここは。で、これ、右ペッカー当ててあげて、エリポン1個立ってるだけで、あとすんごいことなってるから。で、ガンゴレがワンチャンマザネックになってる場合があるから、そうやったらギャングとか、ここ。ギャン、いや、マザネックで、工場系か、もしかして。え、縦線おるやん。縦線、マジか。ってことは、まあ、多分ガンゴレがなくて、それは、おぉ、すんごい攻めてくる。すんごい攻めてくるけど、相手。一旦雪玉、オッケーオッケー。これ許容するしかない。これで許容することによって、エリポンの波動を回収していくと。いや、こっからやな。ちょっと、初手に食らいすぎた、これは。初手じゃいのせいで。しゃあないけどね、これは。豚なんな、うわ、豚なっちゃった。いや、このマザネクな、結構、うざいよね。このジャイをちょっと、一ダメージも入れたくないから、しっかり、オッケー。このね、エリポンにはライト打たないです。で、このマザネクやってくれ、早く。あえて呪文ないから、単純にこの、公営にラムつけるだけでしんどいはず。三式来たらライト。OK。それは美味しい。それはラム入るよ。で、ベビーでこれ全部回収できるから、また後ろからユニットを貯めていくと。OK、OK、OK。今めっちゃいいな、これ。コウモリやれ。OK、OK。いやー、でも出すもんがないな、これ。まあ、一旦ね、ベビー回してあげて、マザネク。30しかな。美味しい。その工場を防衛で使ってくるのは非常に美味しいよ。OK、そう。OK、OK、OK。豚手線使ったから言うのも攻めて使える。そのジャイはちょっと甘えてるんちゃう、さすがに。これだってもうね、守るもんないでしょ、相手。30周受けとかしたらもうライトニングで終わりやね。オッケー。オッケー、危ない危ない危ない。やっぱ初手ジャイってさ、なんていうん、ゴレとかに比べたらやっぱ5個せやから、意外とリスクないよ、相手からしたら。でもこっちからしたら、ペッカないだけでかなりきついっていうね。まあまあ、なんとか。まあ、エリポンとかのアドも、そう、エリポン、ライトない時に立てられたら、ある程度ダメージ許容して、そのエリポンなどを戻すっていうのが結構大事かな、今みたいに。まあ、それ意識すれば、エリポンには結構立ち向かえると思う。じゃあやっていこうか。どこまでやろうかな。37勝までやる、もしいけたとしてもさ、もう12試合から25勝でしょ。今から1時間近くぶっ通しでやらないとあかんことになるからね。しかもあれなよな、グロタイってさ、マルチもそうやけど、なんか上になってきたら、マジでマッチング戦後なんだよ、グロタイって。しかも同じ人やしね、マッチングするとしても。だからどうしよう。どこまで見たんやろな、みんな。20勝はさすがに、あれか、少なすぎ？ 30 勝0敗とかやったら、どれぐらいがさ、すごいっていうラインなんか分からへんのよな。教えてほしいよ、それ。20勝0敗か、30-0か、まあ、35-0とか。どのラインがさ、あ、この、ここぐらいのレベルやったら見たいなってなるラインか教えてほしいわ。これ、あ、これドリル神器やね。あの、キョスケ、まあ、
ムートやからワンチャン今日作らなきゃけど、まあ、ゴーストコルナイトルネのやつかな、これは。で、これね、ムートがおるから、アイネケツペカできへんのよね。逆サイフルぶっぱされて、ムートだけでペッカ抑えられるってことされるから、このケツラムから組むのが結構大事かな。いや、そのゴーストうざいね。で、これ多分エレキおるから、どうしやばい、しゃっくり出た。あ、オッケー。その位置のエレキやったら、そうやね、こっちをエレキで受けて、右ペッカで回収って感じでいいかな。右、そうやね、これ、ギリギリまで引きつけて、そう、走ってきたと思ったら、まあ、後ろからしっかりペッカで殴っていくと。オッケー、オッケー、オッケー。で、これ、ムートで受けられんねんけど、ムートはね、ペッカプラス雪玉、あ、ムートじゃない。あ、ムート出てたっけ、さっき。出てたよね。あれ、出てなかった、ムート。うん、最近マジでこういうことが多すぎる。あ、もしかしてやってくれる？あ、ペッカ勇者やった。言うのいらんかったね、これ。トルネでキングローされたくないけど、ゴーストでやってるんで、これは大丈夫と。で、あえて、オッケー、これエリキ来たら美味しいから、もうラムまで、オッケー、美味しいですね、これ。左シングル？オッケー、そっち使ったらこれ結構入るよ。んで、これはタルプラスの、これ言うのじゃなくて雪玉っすね、オッケー。これで多分ゴブリンも全部やれると。で、右めっちゃ入るといいですね。で、これはまあ、端まで行くんじゃなくて、しっかり低めからでいいかな、いうの。まあ、端まで何か来てもペッカで全部くれるんで。で、もう一回ケツペッカじゃなくて、ケツが生まれさ、ムートおるね。で、これ多分あれ、気をつけないやつやから。いやー、これ、いや、さすがにちょっとここは一回、左ペッカ受けしてからの、右エレキ来るんで、これベビー追加でいいっすね。うん。これで、右エレキだけじゃ抑えれないんで、まあ、もう一枚来ると、オッケーオッケー。で、これ右は言うので回収して、また両サイのカウンターが組めるっていう。まあ、結構いい形ですね、今。で、エレキ切ってから今、ゴルナイマジアチャーとかなんで、まだエレキ待ってないんで、これラムまで行っちゃいましょう。で、ゴーストプラスのドリルと。オッケー、もうこれライトニング打って、このゴブリンちゃんに雪玉打って、まあ、ダメージ入れると。まあ、このマジアチャー賞味強いでいい。ライトニングと雪玉回すだけだからね。で、こういう時に相手に攻めさせへんように、端前ビビとかで、相手に防衛をさせるっていうのも結構大事かな。そう、これで相手攻めにくいからね、全然。で、まあ、エレキとか防衛して、まあ、相手平石にするもんないんでね。まあ、ライトプラスの雪玉で GG かな。OK。まあ、やっぱもう10、まあ、今何勝、14勝か。まあ、ここら辺からだんだんテンプで増えてきて、まあ、なんていうんやろ、相手もそれなりのレベルの相手になってくるんかな。グロタイって一瞬でもさ、気抜くと、すぐ持っていかれるから、まあ、テンプレじゃないデッキとかによくあることやけどね。まあ、こっから一戦一戦集中していきたい。敗北制限がやっぱあるからさ、マルチと違ってね、マジで大事なんよ、一戦一戦が。まあ、相手動いてけんかったら、相手26って書いてるけど、まあ、コウムリアが26ではないと。危ない危ない。いやー、ロイフグ嫌なんよね、ペラムからして。これ右強要するしかねえわ。いや、これしゃあない。痛い。コウモリ痛い。いや、しゃあない、これ。右にベビとか出してたら、これメガナイトやった時に、一人メガナイトで踏まれて死んでたんで、まあ、これは、何も出さないが正解かな。いや、これ大丈夫どうやと思うこれ。もう大丈夫やんな、俺。信じるよ。やめてよ、ミニペ。やめて、あ、危ない。ミニペ、これが怖いよな。うお、プリンス、あれか。アイゴレのやつね。これも多分テンプでギャングかな、ここ。うん、そうやね。まあ、これは速攻、雪玉打ってあげて、これきついんちゃうけど、コウモリやんね。入るよ、これは。オッケー。いやーこれねー、ミニペとプラス5があるよね。それがちょっときつい。クエクやったら相性まだマシやねんけど、あとロイホグ受けがペラムってマジなく、ないから、ライトかテート特にね。だからそこどうにかしてロイホグ守っていくかっていうのが肝かな。で、ミニペある時にケツペッカー絶対したらあかん。ミニペに合わせるんやったらいいけど、あ、これはいいね。これはしていいわ。これプリンセスプラスもう1枚出すから、これはケツペッカーしていい。うん。いや、マジそれ。無視してくんのは、まあ、どうなんやろ。左にミニペまで来てたらうざかったけど、まあ。これは当たるだけで強要っすね。もうエレキまで出したら、左のペッカがもうおやつになってしまうから、ペッカにはしっかりユニットをつけるイメージで。で、ベビは絶対外側っすね。アイゴレで釣られるんで。まあ、これはこれでいいかな。オッケー。それはアイゴレ釣れへん。これ、ベビは何で処理すんのやろ。プリンセス2周目ってことかな。さあ、コウモリ。おぉ、すんごい処理の仕方。すんごい処理。すんごい処理してくんね、あなた。オッケー、これ、タルでギャングまで行きましょう。で、これ、ミニペに行けらますね、即。うん。これ、見てからでいい。で、これで、ラムを無傷と。オッケー。これで、まあ、減るかな、ラム。追ってくれたら嬉しいよ。
もう一ちょこん、もう一ちょこん、もう一ちょこん、ちょこん、ナイス。で、あとは守るだけなんで、まあ、適当にベビーとか足しつつ、まあ、右も警戒してって感じかな。オッケーオッケー。これはエレキで踏みつけて、まあ、樽まで出しましょう、これは。まあ、これは大丈夫かな。で、あと25秒で、このベビーもアイゴで出さないといけない。で、相手虫と。まあ、ワンチャン830まで削られてるから、ここを左にゴリゴリ形組んで、次の土俵を無視して、もう一本折り切るっていうのもありやな。あ、そうしよう、これ。ミニペも見えてるんで、これペッカ出してあげて、まあ、一応言うのだけ出してあげるか。ワンチャン守れるかもしれんから。で、無理そうやな思ったら、まあ、無視してあげて、まあ、ウッド使ってるんで、このラム止まらないんでね。で、これ、アイゴレプラスコウモリ来そうなタイミングでベビー出すと。コウモリは来なかったけどね。まあまあまあ。でも、これ単純に相手めちゃくちゃきつい。受け。で、プラスのライトニングで終わりかな。オゲイ。よしよしよし。でも、ミニペロイフが相手はもう絶対ケツペカダメっすね。やるとしてもケツラムから。まあ、それか、相手、まあ、さっきみたいにプリンセス出してきたときに、まあ、もう一枚来そうやなってタイミングはケツペカしていいと思う。本当にアイゴレミニペ逆サイクルだけでしんどいからね、ペッカ切った後は本当に。ミニペ受けがないから、このデッキ。これは受けからでいいかな。さあ、今んとこは、まあまあ、順調に来てるけど、こっからね、やっぱみなしのよぐとかどうしても当たってしまうのが怖いところ。タルプラスのランバーはゴレか、あれやね、バルフリックスね。いや、ハシマイベビー霊視に乗っけてくると。まあ、これもまだバルフリか、あ、バルフリっすね。ボーラー出てきたんで。で、バルフリに関しては、インドラない時のケツペッカと、まあ、インドラってもいいんやけど、まあ、その時は絶対手元にエレキがある状態ってことはね。で、ボーラーにはペッカーしていいっすね、全然。で、相手ベビー対空1枚出てるんで、ベビープラスのインドラかな。大体インドラは絶対あんの。インドラ、ライドラか、そうやね。で、これインドラ来た瞬間にエレキでいい。まあ、これはトルネで逆サイスワレようが、フリーズタレようがどっちでもいいんで、まあ、これは、でも、正味さ、何もせんくてもエレキ残るよね。そうやね。だから、もう一枚咲かせれると。うん。いや、これワンチャンさ、突破できんちょ。遅いな、これベビー出すん。あ、おじいちゃん出た、おじいちゃん。おじいちゃんです、これは。はい。これベビーあと1秒早かったら、多分ペッカ生きてたんで、もうおじいちゃんですね、これは完全に。しゃあない。もう、歳なんよね、普通に。これは、何切ったっけ、取るねか。なんで、これランバー受けかな。で、これ、それラムで受けたとしても、まあ、ちょっ手滑った、はい、おじいちゃんね。まあまあまあ、ランバーそっち来てくるなら、まあ受けれるからいいんだけど。やばい、本当にやばいね、最近。直前の記憶なくなるわ、手滑るわ、もう。本当にやばいと思う。で、まあそんなこといいんやけど、まあこれは一回樽受けでいいかな、ここまで削れてたら。で、一旦様子見でいいかな。相手ね、ケツインドラとか来たらね、あそこのね、ボーラーバルフリー相手はケツインドラ来たら逆サーシマイペッカリ。もうそれ美味しくね、さすがに。まあ、樽来た時とかに雪玉構えてあげてさね。一応これは雪玉打ちましょう。うん。エレキ残ってくれへんかな。逃げろ。あー、逃げへんかった。美味しい、それ。で、これアンジャーキングイドしようとしてるかもしれんから。まあでも、正味いっか。ボーラーバルフリーはキングイドされても。あキングイドはしてこないと。いやー、これ、あ、オッケーオッケー、ボーラー来たら、ペッカーし。で、インドラに対しては、ほんまね、ベビープラスもそんなに手前にインドラ出してくれるの美味しいぞ。これは、エレキからじゃなくて、雪玉から出して、ボーラー死んだ瞬間のエレキ。こうすることによって、ボーラープラストルネでエレキを死なせないっていう。オッケー。で、これもう一枚来たらライトっていいですね。ボーラーやったら逆サインラムみたいな、ボーラー読めてくる逆サインラム行きましょう。んで、来なかったら、まあ、ペッカつけると。ギリギリでいいですね、これ。トルネまで使ったんで、これ逆サイユーノ行ってあげて、オッケー、インドラそっち行ったら美味しいですね。で、これ、ユーノ系ライ、あれやね、ライドやっちゃうわ。ランバーしかないから、そうそうそう。で、これ、ボーラー2周目ワンチャン回るみたいな感じやけど、で、これにエレキ咲かんくていいですね、もう。タルで許容してあげて、フリーズまで使って、これ、エリアルやばいんで、逆サイにベビ出して、で、ベビ出す頃にはこっちケツラムしてあげて、ボーラーにペッカー合わせるって感じでいいかな。あ、右ベビーよね、多分。で、すぐペッカー合わせてあげて、で、相手ボーラーと。もうこの時点でエリアルヤバいがすん、わかるんで。まあ、そうやね。これもライトプラスの雪玉まで打っていい。雪玉はちょっと遅めでワンチャンフリーズ来た時にね。これで全部死ぬんで、まあ、ランバーどっち咲くんかなって感じで逆サイユーノプラスタルで、まあ、GG かな、これは。うん。で、右だランバー出す頃にはもう左ラムっていう感じで。まあ終わりかな。うん。オッケー。よし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 。まあ今回あんまり相手、
そうやね、ケツインドラしてけんかったけど、まじ、自分からベビラして、相手にケツインドラさせてからの逆サイハシマペッカとかも結構強いかな、このデッキ相手は。まあ今のは結構良かったんじゃない、立ち回りとしては。OK。じゃあ次行きましょうか。ああ、ちょっと早く出しすぎたかな、タル。まあいいか。相手もタルと。タル来た時がね、ほんとみんな心の欲が怖いんよ、俺の中で。だから、降りくるなって思いながらやってる。いや、エリポンか。エリポンってことは30死かな ?30 死か5レ、エリポン5レとか。あ、エリポン5レっすね、これ。で、これ、エリババ型もワンチャンあるんで、これラム移りじゃなくて、ここはエリ空気やな。エリババ型やったらラムにエリババ当てられて、すんごいカウンター来るから、まあ、一旦相手のデッキ探りって面で。オッケーオッケー、フェニックス。まあ、今のエリキの体力やったら、まあ、金色されへんっていう手で出してるかな。で、まあ、デッキ回して、まあ、大体このこれ相手、ああ、もう出してくるよね、これ。早いな。大体、タルとユー、タルユーの雪山ベビで回せるから、サイクル的にはね。まあ、相手のデッキが分かるまではそれで回して、まあ、エリババとかないって分かったら、ラムとかでちょっかいかけていくのが結構いいかな。で、これライドラ来ると思うんやけど、まあ、ライトニング付きで回るから、一旦これベビだけ出して、もう一枚来たらライトニングすぐ打つでいいかな、これは。さあ、ここは、トルネで一回防衛していくと。で、これエリキ届くんで、もうさっきライドラしばきましょう、こいつ。こいつ邪魔やから、マジで。やれ、ライドラやれ。オッケーオッケー。もうこれライトきついんじゃね。リババがあったら防衛できるって感じかな。まあ、これランブ追加していいっすね。リバー来たら、まあ、ユーノプラス、生き玉で受けれる。ランバー来た瞬間に生き玉、うん。これでペッカに当てる、ランバーを。そうすることによって、やれると。トルネ来た瞬間にユーノ。いや、トルネ咲いたわ、さっきゴレの攻めで。忘れてた。で、まあ、ダメアド取れると。で、またエリポン来たら、ライトニング打つ。もう、ライドラのために温存とかせえへんでいいよ。もう、これライトニングどんどん打つ。逆に打たへんかったら、エリアドの暴力で、いかれるんよね、ゴレ、ほんとに。で、これ被りそうなタイミングで言うのかな、一旦。で、これでタル間に合えへんことを願って、言うのが入ると。いいね。これ折れたんちゃうかな？オッケー、もう折れたら、もう、あと、100% 防御に振っていいんで、で、このダックプリの飛来心だけ怖いんで、先にこのあれ何やったっけ、縦だけ剥がしてから後ろにライトニングと。まあこれで全部女下りになったんで、まあ OK かな。もうこのチビフェニックスなんか復活してもいいんで、どうでもいいからね、こんな。まあ後から防衛してあげて。いや、あれ、なんか喋りづらいな思ったらあれやわ、今、花粉でも喉イガイガしすぎてちょっと喋りづらいかもしれん。ちょっとガラガラ声かもしれんけど、ちょっとそれだけは許してください、本当に。花粉症本当にひどいような。OK、これで OK かな。ペッカに耐えてて、ジジと。いいね。さあさあさあ。エリポンゴレ、そうやね。大体、今回の相手結構早めにゴレ来たけど、大体の相手はなんかエリポン2周、目とか立てて、エリポンのアドをどんどん活かしながら来たりすることがあるから、まあそうやな、さっきエリポンには絶対ライトニングって言ったけど、出したらあかん時もあるよね、エリポンにライトニングを。アド取られてる時に、エリポンにライトニングったら、あれだよ、1アド取られるからさ、ライトニングをエリポンに打っちゃったら。だから、エリアド取られてない時には、絶対打たないとあかんけど、取られてる時には打ったらダメよ。いやー、タルト被んのはうざい。まあ、こういうくだまりいかない。一旦完封してあげて、バレルとスケブか。いや、なんか嫌なデッキしか想像できんな。ホグバレルインフェとか。あと何やろ。キョスケロイジャイとか。あ、キョスケロイジャイっぽいな、マザネクやったら。いやー、キョスケロイジャイのザッピーとか入ってるやつがあるんよね。このスケブが入ってて。それやったら嫌やな。キョスケ来てほしいな、ここ。スケブも咲いた。せんね、キョスケロイジャイか、じゃあ。ワンチャンロイジャイがなくて、ただ単にキョスケ枯渇みたいなやつもあるけどね。まあ、そこはまだデッキわかんないんで、探っていくか。ザッピーがなかったら嬉しいんやけどな。もう、アーチャーか。なんか今風になっとんな。ザッピーあるかわからんから、まあ、これ一回ラムでザッピー探りますか。さあ、ここは一回、あー見えてない。おじいちゃん発動。いや、ザッピーあるよな、そうやんな。もう、これが、ザッピーがほんと最大の敵。このペラムからして。いや、どうしよう、これ。一回ベビーで受けるかな、これは。ああ、そうやん、ロイジャイか。
この形だけでもやばいやん、普通に。これがね、しんどいよ。ベビー巻き込め。いやー、このザンピーが。いやー、なんかエレキ死んでるしな、気ぃついたら。やばいね。これ、キョスケ出せるんか、相手。うわ、キョスケ出せるんやばいな、これで。きつすぎる。ザッピーのカウンターがな、本当にどうしても。で、ここは結構忙しい。こうした瞬間に、こう。よいしょ。またキョスケ終わった。終わりました。終わりました。嘘やん、今の。マジで言ってる？完璧な読みやったのに。いや、キョスケ釣られへんが、それ。いや、マジか。ラム出すタイミングちょっと遅すぎたな、今の。ラムにひっついてると思ってたの、キョスケ。いや、マジか。いや、でも全然ここから勝てる。諦めたらダメよ、これ。あえて多分、でっかい呪文ないから、マジで諦め方いける、これは。これは一回、美味しい、それ。美味しくね、それ。あるある、あるぞ、ある、ある、これある。オッケー。ザッピーに竹取ったの、つい。ファイブある、ファイブある。なんで？でもこれ、これさ、今、キョスケ出せんやろ、相手。ラム突っ込め。ラム弱。何してんのお前。全部豚になって帰ってきたって、もう俺。今のラム何、弱すぎんちょ、さすがに今のは。あ、これあかんわ。こう、樽使わなあかんし、使ったらバレる、刺さるし、で。いやー、やばいって、今の、マジで。ひどない、今のは。いやー、マジか、負けた。いやー、マジか。いやー、めっちゃおられるしさ。いやー、悔しいな、今のは。マジか。多分あれやね、今のはラムに、ラムで釣ってたつもりやけど、出すの遅すぎて、キョスケが、キョスケとラムの距離空いちゃって離れていったって感じかな。まあ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 。まあ次からな、歩み捨てんかったらいいんよ。ちょっとこれ、バレる怖いんでね、ラムで受けましょう。さっきみたいに樽切った瞬間に、バレるっていうのがあるんで。で、これはまあクロスかな。もうテスラ、ダイスピ、アーチャーはもうクロスですね、これ。で、クロスはね、まあ、とりあえず2枚までは耐えかな、完全に。耐えって言ってもラムは出していても、これアイスピを見たいけど、まあまあまあ。まあねって感じで。これ一発？ウケウケ。これは手札回しで樽出していいかな。アイスピとスキン切ってるから、これウケかアーチャーとかそうやね。それぐらいしかなくて。これ左来るんかな、クロスワンちゃん来るね。ウケウケ。んで、これ、待てずないと、そうやね。これスケ回ってないんで、あ、これで回ったな。スケ来るんかな。あー、しゃあない、これは。しゃあない、しゃあない。んで、言うの。待って言うの。やばい、やばい、やばい。ちゃんとやめて。いやー、マジか。まあ、今のベビー出してあかんかったかな。まあ、結果論やけど、完全に。あれやな、ペッカが意外と死んじゃったな、早く。やばい、さっきのキョスケロイジャーに。ペース崩されて、なんかうまいな、この、うまくない相手。舐めすぎ、ちょっと。舐めすぎてたかも、これ。テスラは出せんと思うけど、まあ、打ったよね。で、アーチャー切ってるから、いや、これさすがに守れるやろ。これはね、打っても切ってるんで守れると思う。オッケーオッケーオッケー。ちょっと切り替えましょう、ちゃんと。まあ、2枚まで耐えれば、まあ、正味、相手がね、よっぽどうまくない限りは崩せるんよ。クロス、相性悪いとか言ってるけど。まあまあまあ。相手が上手かったらきついかなって感じ、クロスは。まあでもね、こっから、立ち回りをもう見つけてるから、クロスに関しては。もう、ベビーある時に決断もしてから、ギリギリの端前ペッカと、いや、そのテスラの位置を分かっとんな、この人。この人できるクロス使いかも、もしかしたら。ちょ、待って待って。このアーチャーやばい。やばいな。でも、アーチャーラム強くなりすぎてやばいな、これ。一旦、受けからやな。まだラム出せへんわ。言うて、ミキ2500まで削れてるからね。とはいえ。あー、待って、雪玉当たってない。ナイトに。アーチャーはやってくれ、ベビー。これは、このタイミングでペッカ。オッケーオッケー。こっからやね。俺の攻めのターンが始まると。マジか、それ。それペッカで竹取れるよ、さすがに。そうやんね。よいしょよいしょよいしょ。で、ここはタルプラスの言うので受けてあげて、こういうとこに雪玉と。で、これ左も入って、右も入る。そう、この形がね、本当に強い、立ち回りとしては。逆に、これ以外の立ち回りを俺は知らん。
で、こっからもう胴裁削れてきたら胴裁にシュートチェンジ。まあこれ被せてきたのはうまい。たまたまかもしれんけど。まあこれは適当に防げると。オッケーオッケー。エレキ残ってほしい。まあ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 。で、これはナイトかな。まあそれ一回言うので受けるって感じかな、俺も。胴裁で受け、胴裁で、あれよ、胴裁削れてたら、あの、クロス来た時にも、タルライトとかでね、ライト削りしながらクロス削れたりっていうのもできるから、まあそれがいいかな。これラムにファイブ削りとかしてきたらうざいんやけど、まあしては来ないと。これライトニングかな。あ、うまいこれ。あ、うまいわ、この人。このライトニング読みの、あれもそれ、ラムの突進入ってる馬は美味しい。ライトニング読みのね、ウッドできる人はうまいよ、この人は。あ、うまい。この人は多分トロ高いっすね。サブ赤か知らんけど。これはうまいですね、この人。気が抜けなくなってきました。いやー、うまい。しっかり竹取りもうまいね。ちゃっかりうまいですよ。いや、でもその位置のテスラは正味ライトニングで巻き込めるから美味しい。で、これもう一回、打っとうてこい。打ってこない。で、これもう無理やりタルプラスのライトでねじ伏せて、OK、これ2周目使った。で、これダメやと逆転できてって感じかな。OK、それはね、美味しい。これ、ユーノプラスのタルで、OK、OK。あえても延命する気ないやろ、あんまり。うん。で、こっからは俺もライト削りと。じゃあね。で、相手も削ってくるよ。んで、削ってくる。さすがにさ、これは削りで勝てるんじゃないかな。無理これ。無理なの？いや、いけるいける。さすがに相手も5にしちゃ打たれへん、こっから。で、これライト巻き込めるしね、なんなら。うん。これは勝ったかな。オッケー、ちょっとギリギリやけど、まあまあまあ。勝利と。危ねえ。いや、最初ちょっと、やっぱ一番穴絶対耐えないとあかん。さっきみたいに、やっぱクロスで負けるときって大体一倍なんよ。一倍で、まあ、こっちがいりないときに相手が2周目回して、ブッ刺さるとか。2倍とかなったら逆に、なんかクロスの防衛方法って大体ペッカプラスエレキで守るか、タルライトで守るかの2択やから、まあ2倍になったらそのどっちかが常に手札にある状態になるんで、大丈夫と。まあクロスは耐えが絶対かな。さあ、ちょっとここら辺から集中しましょう。いやー、これちょっと余裕のベビー合わせたけど、陸受けなさすぎるから、ここはペッカル受けよう、一回。ワンチャンまあ、ペッカ工場、うわ、三重子は一番やめてって言おうとしたのに。三重子はやめてって言おうとしたやん。雪玉もライトもないから。まあ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 。いやー、これ右、もう一枚来るんかな。コールないとか。いやー、いっぱい、一体は行って、一体はさすがにやって。オッケー、ならいいわ、ならいい。ならいいです。まあ、一回ベビー受けようかな、これ。うん。で、リワワやったら嫌なんで、これラム追加ダメっすね。まあ、でもこの体力やったら咲くよね、1枚ぐらい。ワンチャン雪玉で一発ねじ伏せろみたいな感じで、よいしょ、ナイス。で、これはライトはね、もう10コスなってから、できるだけ、あれよ、なんて言うん。あ、語彙力失った。なんて言うんや。できるだけね、うん、忘れた。もういいや。もう鼻詰まりがひどすぎて、もうそういうところじゃないよ。許してください。ね、まあ、これはペッカ合わせで。でもな、相手これ、ユーノコースと、アイゴレない感じ見ると、多分ゴルないかな。そうやんね。やばい。あんなかムズムズしてきた。本当に。んで、俺ゴルない。ワンチャン三重子高めとかかな、これ、ライトニング使ったから。あ、オッケー。どうせ美味しいな、これ。これ、タルプラス、雪玉プラスがあるから、回収できるかな。走ってくる弓のタル。オッケー。ああ、いいね。完璧。で、これ、雪玉プラスのベビーで終わると。で、さっき言おうとして、言うとしてたことやけど、リスク管理、リスク管理。10まで貯めることによって、このライトニング読みとかで、逆サイ、橋本エリババとか来るやからがおんのよ。だから、できるだけ10まで待って、その可能性、まあ、リスクとかも減らしてって感じが、それ美味しいね。ライトニングすぐ打てる。エリババ少なせないんで、こういうとこはユーノ追加していいと。で、まあ、これもエリババ出せるわけもないんで、雪玉とかでね。で、これちゃんとペッカにタゲってるでしょ。これがね、肝なんですよね。絶対ペッカじゃない。ラムを先行させない。で、相手、雪玉とかそういう、雪玉じゃないわ。ウッドとか、ファイボードとかそういうでかい系の呪文がないから、もう、ラムがね、ちょっと残ってるだけでもだるいんよ、相手。絶対ユニット出さんとあかんくなるから。だから、ペッカ、タゲ取りは絶対かな。
まあ、これ適当にペッカ真ん中出しておけば終わるから OK かな。そうそうそう、エリポンには本当にエリクサー10になってから打つっていうのが大事やね。 OKOK、 ちょっと鼻噛んでくるわ。よし、鼻噛み終わったわ。よいしょ。さあ続きやっていきましょう。エンジェル、うん、このマルチでエンジェルっていう人でね、トヨタが人おるけど、まあさすがに違うかな。だからいっぱいいそうな名前してるし、まあ、一旦様子見いこうか。うん、アーチャーか。まあこれ一回ラム系でいきましょう。あっちゃんもう一回クロスとかもありえるからね。じゃないと、まあクロスかな。じゃあこの人多分ね、全然違うわ。危ない、クロスと勘違いそうになった。まあこれはデビルで美味しく受けていきましょう。何やこれ、ナイトアーチャースケブ、なんかアリーナ3ぐらいにいそうなデッキやけど。やろめ、これネクロとかジャイとか。いやさすがにそんなわけないか。言うて今十何勝もしてるもんね。そう、フリーズ、フリーズ極まれ、あ怖っ。何やこれ、アーチャーフリーズボンバーナイトスケブ、何やこれ、ライト、これケツペッカーしたらなんか赤気がする。なんかケツペッカーしてる響きじゃないから、ポン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 って終わりそうやから。あーほんまにスクラ来たやん。あかんちゃうだよね。待って、え、やばいやばいやばい、ベビちゃん、ベビちゃんに命かかってる。違う違う、ベビちゃんそっち、やばい、え、ベビどこで、ベビマジでお前無能やって。それは今のやばくね、どういうこと本当に。え、あーちゃんの効果力で終わりんごやばいってそれ。ちょっと待って、今のひどくね、なんかやばいやばいやばい、もう今雪玉出すべき、うーんダメよそれは。いや切り替えよう、これ右に行こう。相手多分ね、でかい呪文とか建物とかなさそうやからワンパンできる。えお前スケラまで来るんかそれ。なるほど、これデビで回収やな、デビ。さすがにお前これぐらいは回収しやな、さすがに。でもね、これフリーズ防衛が、え、インフェルノタワーですか、あなた。やめてください、インフェルノタワー。インフェは話違うんよ。スケープここや。あ、全然違う。終わった。マジで言うてるそれ。もう、今のやばいって。いや、あんなにスケボ入るもんなんやな。いや、これちょっと1位とか言ってる場合ちゃいますよ、お兄さん。いや、これはちょっと乾杯やな。いやー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 。あー、負けた。マジか。そん、ちょっと嫌やな。マジ？人生で2番目ぐらいに入った、今のスケボ。ひどいわ。あそりゃそんなスタンプ打ちたなるわな。いや、2敗してもった。おい、20勝0敗余裕とか言ってた。いや、どこ本当に。もう、誰やねん、お前20勝0敗出たやつ。余裕で2敗しとるわ、今。さすがに、とりあえず20勝しよう、今回の動画。うん。とりあえずノルマ、ノルマ。あ、別に違うアカウントでね、もう一回行けばいいよ、その上まで。お試し期間みたいな感じかな、ちょ、待って、泣いて。ユニット泣いて。うん、あ、もう。お前デッキしてるやつやな、俺のデッキしてるやつや、こいつ絶対そうや。 100% エレキ読みやもん今の。お前ちょっと待てよ、せめてエレキ来るよ。相手にもちゃんと読ませてあげたかったわ今の。まあ、このイキリような感じから見て多分レミエリデッキやね、この感じ。相手、あ、ちょちょちょ、え、痛い。俺のお気に入りのスタンプ、今多分音聞こえへんけど、トン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 っていうスタンプ、これいいよね、めっちゃ好き。でこれはスケ切ったっけ、あれ切ってたかも。いやもうこれで、こっからウォールブレーカー完璧。これきついんじゃん、相手きついよ。もう一枚切るタイミングでラム、オッケー。もうこれ相手ボムターン間に合わないですね、おそらく。間に合ったら恥ずかしいよ、恥ずかしいよ。大丈夫でした、よーし。でも、鼻噛んだのにまた鼻声になってきた。もう、助けてくれ、マジで。俺も泣きたい。泣きます。でも、こんだけダメージ入ったんでかいっすね、さすがに。ボールブレーカーもまだ待ってないから、
まあこれワンチャン始まりで来るかもしれんけど、素敵なエレキ速攻出しましょう。こんな一投。待って、これ回ってるっすけ。回ってるかもしれんから、ああ、回ってたけど、そこに出していくと。これウォールブレーカーいるよね、相手。そっちか。これエレキでいいかな。これはまあ、で、取るね。でもこれは多分取るね、ギリをしてこないっすね。この HP なんで。まあ、これベビーから行って、まあ、左リが来てもペッカー受けがあるんで、大丈夫。この高めペッカーでね、取るんで怖いんで。で、多分左バルキリーなんで、で、こういう時でね、もうここまで、えミスするこれ美味しい。美味しい。あ、危ない危ない危ない。危ないな。今ちょっとテンションおかしいかもしれんわ。許して。さあ、これはちょっと、ボコボコじゃない？ボコボコ。よし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 。いいねー。はいはいはい。もうこれ相手諦めたかな。よし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 。やっぱ俺声出しとか多分苦手なよな、この感じ。マルチでもやってみる？このテンションで。よし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 。とりあえず勝利と。じゃあまた声出し動画上げてほしいっていうコメントがあったら、また、続きか30章かまたしようと思うんで、まあ、チャンネル登録でもしておいてください。じゃあ今回はこれで終わります。お疲れさんでした。